チェスウィンは、韓国の歌手であり、韓国の5人組男性アイドルグループトゥモロー、X トゥギャザーのリーダーである、大韓民国系気道安山市出身。血液型は A 型、ビッグヒトミュージック所属。あだ名、愛称アびに、2000年12月5日、大韓民国系気道安山市で両親と兄、姉の元に生まれる、中学生時代、 友人と学園祭でダンスを披露した際に浴びた歓声がきっかけで歌手の夢を抱くようになる。中学3年生の12月、当時からファンだった BTS が所属するビッグヒットエンターテイメントのオーディションにオーディション一時審査のメールを送る。しかし明記した電話番号が間違っていたため担当者の執念の創作の末、高校1年生の2月に無事に一時審査合格の 連絡を受け取る。スビンに連絡がつくのが遅くなり、二次審査まで時間がなかったため、本番では緊張のあまり震えてしまい、歌詞も間違えてしまった。スビンは不合格だと思っていたが、後日事務所から合格通知が届き、研修生として入所する。2019年2019年1月10日、トゥモロー X t o g e t の結成が正式に発表された。 翌日1月13日、個人イントロダクションフィルムが YouTube で公開され、スビンはグループで2番目に公開されたメンバーとなった。8月8日、ビッグヒットエンターテイメントから当初8月に新しいアルバムをリリースする予定であったことが発表されたが、四順が腰痛、スビンは流行性角結膜炎と診断を受けたため、9月に延期された。8月20日、 テヒョンとヒュニン会も流行性格結膜炎と診断されたため、新しいアルバムは9月から10月にリリース日がさらに変更されたことが発表された。最終的に10月21日にファーストフルアルバムザ・ドリーム・チャプター・マジックがリリースされた。2020年5月18日、セカンドミニアルバムザ・ドリーム・チャプター・エターニティがリリースされ、メンバー全員が収録曲、 メイズ・イン・ザ・ミラーで作詞、作曲に参加した。7月24日より、KBS の音楽番組、ミュージック・バンクの新 MC を、ガールズグループをマイ・ガールのアリンと共に務めている。ありがとうございます。